ヤッホ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 、もう自転車やめる。なんでやん。ねえやん。キャンスの自転車やめたくない。もうちょっとメンタル的に自転車やめたいから。ねえやんは大台のレース前ですね。うん、そう、自転車やめたくなる時期ですね。やめたくなる時期ですね。そうですね。で、今日グラベルですね。はい、今日グラベルで。はい。じゃ気分転換して。足休めして。足休めして、グラベルで。もう、もうすぐシクロシーズンにも入るし、ちょっと。ああ、はい。オフロードにも慣れとかなダメでしょ。組んだしってこと。そう、ね、それもある。ピンナレロを組んだでしょ。そう、組んだ。結局組んで、組み直してもらって。完璧もう。完璧ですね。このピナレロのクロスシスタのシェイクダウンも兼ねて。おほほほ。ちょっとグラベル遊びしようかなって。で、じゃあさ、サーベロ。で、私もね、ニセコ行くんで。せやな。ちょっと、オフロード慣れときたいってことで、これ乗ります。ニセコグラベルっていう北海道の、うん。ニセコで行われるグラベルイベントに、遊びに行くんですけど。はい、いいっすね。でも全く乗ってないから、グラベル。あの時も全く乗ってなかったよ。全く乗ってなかったんで、うん、私もちょっとオフロード今日慣れとこうと思って、はい。はい。私はこのサーベロの、てかどっちもすみません、シクロクロス車なんですけどね。グラベル車ではないんですけど。あ、違うの？シクロクロス車と グラベルって違うの？ちょっと違いますよね。へー、違うんや。何が違う？何が違うん？一般的に言うと、グラベルの方が直進安定性が高いので、はい、クロスはコーナーが多いんで、はあ、クイックに曲がれるようにしてるんで、はい、へぇ、知らんかった、石やと思ってた。あ、そう、今日見て、めっちゃ可愛くない？ダサカワ流行りのダサカワやろ。ダサカワやろ。どうしたん、これどうしたん。昭和時代のなんか体操服みたいな。ブルマン、ブルマン入ったらもう完璧じゃない。完璧やね。あれやん、アタックナンバーワンの色味よね、赤と白。あじゃなかったかな。で、赤のブルマでアタックナンバーワン。アタックナンバーワンってさ、あれですよね、うん、バレエのやつですね。あ、そう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 。どんな歌でしたっけ。アタックナンバーワンやろ。ちょっと音程があれです。ラララッタッタ、はい、そうそう。今日はどっちもスラムユーザーなんで。はい、そうです。なんかイベントでもらったみたいなんで、ちょっと着てみました。どこ走るん、ほんで。今日、やたに来てます。やた。そう、やたに来てるんですけど、はい、ちょっと私、やりたいことがあってね。なになに？何出すの？こんなん手に入れたんですよ。ダララララッテッテン。ちゃうな。見て、ドラえもんみたいに出して。チャッチャラー。これ。何？扇風機？ドローンなんですよね。ホーバー。あー、なんかドローンって免許いるとかあるじゃないですか。うん、で飛ばすとこもあるじゃないですか。これ、そう、小さい小型のやつは、うん、その免許もいらないし、うん、私有地とかはダメですよ、もちろん、はい。なんかほら、古墳とかさ、はいはいはい、そういう文化資産とか、うんうん、そういうとこはダメなんですけど、公園とかやったら。これでちょっと遊んでいきたいと思います。はーい。わーい。なった、痛いな。
あ、なるほどなるほどね。暗くやな。うわ、見てゴキブリのさ、見て見て山ゴキブリ。なあ見て見て山ゴキブリ。こないだ山ちゃんが触ってたやつ。山ゴキブリ。なあ。だから山嫌いやねん。すごいな。雪の掘りやん。どこどこ何これ、すごいな。なんなんこれ。すごいやん。すごい、大台出たらええのに。ちょ代わりに出て、大台。お願い。じゃんけんして。これ登れる？ほんとよく登るね。あーしんど。展望台に行きました。まっすぐなんかまだまだ先やけど。見て、こんだけしか進んでない。え、どんだけ進んだんですか。2キロ？ちょ、グラベルでさ2キロってほんまえぐいな。えぐいっすね。マジきつい、マジきつい。ちょ、きついな。あっちに見えてんのが暗がり峠。あの道の見えてるんです。ちょっとみんなにお届けしますね。どっか行かんといてな。行かんといてよ。それニセコでそれになったらどうする？空気入れろ。あ、メカニックなんかで入れてもらうか。走れるの走るんですよ。インサートが入ってるんで。ハンドルちゃうしな。
生きてる生きてる足離す痛い。いや今の痛いな。痛い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 。ごめんごめん大丈夫。吹っ飛んだとこ。ユーチューバーかよ。よしよし。豪快に落車した。うん。初めて見たんだ。何などうなった？前輪取られたな。取られたんか。うん。あ、調子に乗ったな。うん。何なってんよもう。なんでやん。刺さってる。頭血出てるやんか。うん、刺さってんの？何刺さってる？何してんの病院行きも。病院行くんですけど、自分が状態、どんな状態か分かってなくて。あ、ここ、おでこ切れてるわ。ほら見て。あ、ほんまや。でもちょっと、なんか、何で剃ったんやろか。サングラスかな。サングラスかも。サングラス飛んだかも。なんで？あかんって、足裏ってさ、石とかでさ、だから気をつけて。ヨーヨー見てても避けるときは避けるし。これで撮ってる。あ、はい、映った。ということで、登れるかな。あのちょっと落車しまして。痛い痛い。落車しまして。ちょっとね、耳が。ちょっとあんまりアップで映さないようにしますけど、もう顔はキリで、右肩打ち、ボロボロなんで、笑いますね。血洗って病院行きます。はい、かわいそうやなと思ったら、そう。じゃあ、はい。高評価をよろしくお願い。あんま笑かさないでください。笑いたい。バイバイ、みんなも気をつけてね。お前やね、医師多いから気をつけてね。バイバイ。